タイトルがシェリルさん画像に、タイトル画像がシェリルさん画像に変わりましたね。ボイスはマキマキでした。こんにちは、エウレカです。今日もウータマクロスやっていこうと思います。本日、超近代都市大江戸、大雪に見舞われております。この都会っていうのは雪に本当に弱くてでして、今年の初め1月6日だったかなにも大雨が降ったんですね。雪が降りまして、それも予報以上の量降ったもんですから、もう大変でした。でね、なんかその時の教訓ではないですけど、今回はなんか逆にね、気をつけてください、積もりますって散々パラ言ってる、そういう時に限ってあんまり積もらないんですよ。まあ、ちょっとまだこの後のね、天候次第でどうなるのかはわからないですが、今現在昼過ぎぐらい、全然積もっておりません。大変なことになるぐらい言ってたんですけど、全然積もってません。まあその方がいいかな。はい。子供とかね、雪積もってほしいとか、まあそういう風に騒いでおりましたけど。イベントを開催中、復刻ちょこっとルンピカバレンタイン。今日はこちらの攻略をですね、考えてやっていこうと思います。久々に、ゴリッと攻略をやってまいりますよ。ニャンニャンステップガチャ来い。これはやりません。見た感じ必要そうなプレートはありませんでしたので、ほい。そうしましたら、みくぼちゃん大好きです。失礼しました。イベントページへ参りましょう。こちらの、現在開催中の復刻イベント、ミッションイベントとか呼ばれたりしますかね。エウレカ的にはアーネスト館長イベント、館長イベントって呼んでおりますが、イベント楽曲にこうミッションが課せられておりまして、そのミッションの難易度によってもらえるポイントの割合が変わってきます。でポイントをもらいまして、ポイントがそのまま勲章に変換されて、アーネスト館長に渡すことによって、アイテムがもらえますよ、素材がもらえますよ、そんな感じのイベントです。はい。もう基本的にですね、このミッションレベル、必ず一番右側レベル3を選ぶようにしてください。レベル1、2ね、これ選んでも全く意味ありませんのでね。でこのミッションの種類3種類ありますね。今出ておりますのが 100% ミッションになっておりますが、あとは 110% で敵のライフが増加する中、超歌姫モードに入りライフ 80% 以上でクリアしろっていうのと、 120% ミッション敵のライフが増加する中、超歌姫モードに入りスコアランク SS でクリア。これどうなんだろう、120% ミッションの方が簡単なような気がするんですが、はい。じゃあ、とにかく死の子の言わずにもうレベル3を選んでください。そして楽曲ですね。はい。イベントボーナス、楽曲っていうのがあります。ここがですね、その日によって何属性をやってくださいっていうのが決められてくるんですね。ボーナス楽曲を選びますとポイントが 10% アップいたしますので、これも必ず 10% アップするものを選んでください。でこの楽曲に関してなんですが、このイベントのメイン楽曲ですね、ルンピカ、これを選ぶと、ドロップするプレートがですね、固定されまして、ドロッププレートが必ずこの、覚悟、あ違うこれだ、準備はいいんかねがドロップするようになります。ですのでこの恋は甘く切なく、このミラージュ機を持っていない人はこれで、レアドロップを狙ってってもいいのかもしれないですが、ただこれイベント専用楽曲を選ばなくてもですね、他の楽曲をプレイすることによって、この達成報酬のこの回数の部分ですね、回数報酬の部分がどんどん増えていきますので、もともとはねこれ
仕様変更されてこうなったんですけどね、通常楽曲選べなかったんですよ。はい、通常楽曲も選べるようになっておりますので、この回数報酬のクリアで歌唱席を集めつつやった方が、売れ方的にはいいんじゃねえのかなと思います。はい、繰り返します。はい、ボーナス楽曲 10% っていうつくところですね、こちらを選ぶようにしましょう。そしてこれプレイするのもね、2倍3倍1倍、どれでも構いません。その効率的な問題ですよね。まあ、基本的にはプレイする時間に制限がある方、あんまりいっぱいそんなプレイしていられませんよっていう方は1倍でやってってもいいかもしれないです。3倍でやると要は経験値が3分の1に減ってしまいますのでね、ここら辺も選びところはもう自分のその節度に合わせて選んでください。あとここだ、選ぶのはね、ベリーハード、できればベリーハード以上選ばれた方がいいです。時間効率考えるとエクストリームがベストでございます。ハード以上になるとクリアした時のやっぱり倍率が下がってしまうんですね。もらえるポイントの割合が少なくなります。ベリーハードかエクストリーム、これでクリアするのがいいでしょう。そしてアシスト選択、ここもかなり重要になってきます。ニルバーシさん、はい、早速いらっしゃってますね、ありがとうございます。アシスト選択するときもエピソードボーナースがついてきますので、必ずこのエピソード、星属性楽曲でエピソードと選択しておくと、最上位に最新のエピソードが出てきてくれますので、違うやつが出てきちゃうこともあるかな。この間のチケットイベントが出てくる場合もあるんですが、まあ、とにかくこのあれから今の私へ、このフレンドさん、もしくはねフレンドさんじゃない方もこういう風に出てきてくださいますので、エピソードボーナースがつく、フレンドさん、もしくはアシストを選びましょう。そしてプレート編成です。はい、エピソードボーナス今回これでマックスになっております。はい、ここに書いてありますね、アシストで適用中、ニールブラッシュさんのおかげで、しっかりとエピソードボーナス取ることができてますね。そして目覚めを待つ様子エウレカ重ねました。そして恋は甘く切なくちゃんと装備できてます。未来を歌う女神たち、はい、適用されております。青木心、はい、持ってますね、持ってますよ。はい、こんな感じで 180% のエピソードボーナースをつけて、ポイントをまっこしもらっていこうと思います。で、エピソードボーナス以外のところのプレート編成ですね、これは今回のイベントハイスコアを狙う必要は一切ありません。ハイスコアを出してもポイントにはね影響を全く及ぼしませんので、これは考えようです。例えば先ほどのねミッションレベル3で超歌姫モードに入ってクリアしろっていうミッションがありましたので、超歌姫モードに入るためにはバルキリーモード中に、コンボを切らさなければいいんですね。はい、これも検索楽になりましたね。ライブスキルのところからですね、コンボ継続っていうのを探してください。これで選びますと、はい、例えばこのみくもちゃんのプレートは55秒後に発動し12秒間コンボが切れないっていうスキルがありますので、これをこの秒数のところですよね、バルキリーモードと重なるような秒数を選んでプレートをセットしてください。そうすることによって、バルキリーモード中コンボが切れずに超歌姫モードに入ることができる、といった形になりますね。あと 110% ミッションのところでいうとライフ 80% 以上でクリアっていうのがありましたね。ライフ 80% 以上でクリアというのも、こちらのプレート検索のところで、今度は、ライフ回復選びましょうね。ライフ回復と選びまして、その中にねこれイベントでもらえるプレートとか、例えばこちらですね、宇宙とつながる、おお、フォールドニューロネットがつながっていく、メガネ減衰、はい、ライブスキルで 80% 以下になると自動的に 14% 回復してくれるっていう、こんな便利なプレートもあるんですね。はい、そんな感じで、ライフ回復を含めてもよし。今回エウレカが装備しておりますのはこの、ノツキ対地アイテムのプレートを装備しております。あ、ちょっと変なことになっちゃったな、リセット。
はい、装備しておりますが脳突き対地アイテムがついてます。こうすることによってね、プレイしながら素材を集めることができますので、さらにラック値が高いものを選んでおくと、結晶の台とか、ストーンの台、そこら辺が取りやすくなってきますね。エピソードボーナスがつくプレート以外は皆さんの自由に設定していいですよ。じゃあこれで1曲プレイしていきましょう。はい、1曲プレイしてまいりました。お、一応ハイスコアか。まあ気にしない、イベントとしては気にしなくて大丈夫ですので、数字もなんか綺麗だな。5599、この銀河のすべてに私の歌を届けるわ。5599779、なんかちょっと綺麗な数字ではありますね。ほい、みくもちゃんはまっこしですが、まあいいや、気にせず。じゃあこれでポイントがどんな感じになるかと言いますと、ほい、エクストリーム1600ポイント、それに対してミッションボーナス 100% つきまして、楽曲ボーナス 10% つきます。そして5つエピソード 180% アップのボーナスがつきまして、最終的に獲得できた勲章が297個ですね。じゃあこの獲得できた勲章をアーネスト艦長のもとへ持って行きましょう。はい、アネット館長からの報酬のページへ参ります。はい、来ました。ここで勲章を投げると、こと投げるんだよ、アネット館長にお渡しすることによって、アイテム素材いろいろ集めることができます。こんな感じですね。まあいろいろ素材いっぱいあるんですけど、そうポイントはですね、このエナジーエーテルなんですね。このイベント報酬リストの19番から目玉アイテムがずっとエナジーエーテルになります。でこのリストでもらえるエナジーエーテル、目玉のエナジーエーテルが5つとなっておりますが、その下の方に行きますとですね、目玉アイテム以外にもエナジーエーテル4つ手に入れることができます。そう、このリスト300個すべて引くことによってエナジーエーテルが9つ手に入ります。これでね、無限ループができます。永遠にエナジーエーテルを取ることができます。まあ永遠っつったらおかしいですけど、イベントの続く限りですね。ということで、たくさんプレイできる方はこっから先もうずっとエナジーエーテルを取り続けることができます。ちょっとね、そんなにプレイする、一日にね何回もプレイする時間ないわっていう方は、もうここまでで終了でいいです。ポイントをとにかくいっぱい集めて、とにかく多めのアイテム、報酬をもらいましょうというところで終わりです。さあ、たくさんプレイできるという方はここから、通称エーテルループとか呼ばれる裏技って言ったら変かな、技ですね。はい、じゃあそのエーテルループについて、再度考えていきましょう。300個の報酬の中に9つのエナジーエーテルが含まれております。ということはその、300個引くためには勲章が3000個必要ですね。はい、勲章3000個取るためにエナジーエーテルを例えば9個使ったと考えましょう。そうすると1つのエナジーエーテルあたり333個、勲章を取らなければいけないということですね。はい、そして、エナジーエーテル1回あたり、まあ、ちょっとエウレカの場合はエナジーが107あるんですけど、まあ、100と換算しましょう。100ない人はもうちょっと下目に見ておいてください。はい、100、エナジーを使う、エクストリームが5回プレイできますということで、333÷5ということで66、約66ですね。1回プレイするごとに勲章を66個取ることができれば、理論上エーテルは減ることないんですね。というか増えていくはずなんです。さあ、その値がどのぐらいになるのかと見ていきましょう。まずはミッションボーナス、間違えた、エピソードボーナス 0% でクリアしてエクストリームを、これ1倍でですねクリアしてみました。その結果報酬、勲章が37個
66にはちょっと程遠いですね。ただ先ほども言いましたね、フレンドさん、アシストのところですね、フレンドさんじゃなくても、星6星7プレートを持ってらっしゃる方がいますので、そういう方を選びます。そうすることによってエピソードボーナス 55% ついてきました。そうするともらえる勲章が55個に増えました。もうちょっとといったところですね。そう、自分自身もエピソードボーナスちゃんと装備しましょう。はい、次いきます。はい、 80% のエピソードボーナスをつけたところ、64個まで来ましたね。これいけそうじゃないですか。ちなみにこれ、ミッションボーナスが 100% を選んでおりますので、100% が出たタイミングだったので、まあ100、110、120が平均的に出てくるって考えると、この64よりもうちょっと多く取れるはずなんですね。はい、ということでちょっと 80% でこのエーテルループやるのはちょっと無謀かなっていう感も、ありますね。できれば 100% ぐらいエピソードボーナスがついてくる方にこのエーテルループやってもらった方がいいかと思います。ちなみにプレイしているのはこれエクストリームでプレイをしておりますが、先ほども言いました、ベリーハードでプレイしても大丈夫です。ベリーハードでもここの、もらえるポイントの部分ですね、1600が1200に減る、4分の3に減るだけで、そうはしてないんですね。まあ、ちょっと時間効率的にはエクストリームの方がいいんですが、エクストリームでのクリアしきれないっていう方は、ベリーハードでやっていただいても大丈夫です。でプレート編成ね、先ほども言いましたけど、コンボ継続とか、コンボ継続とか、あとライフ回復か、そういったものをちゃんと組み合わせていけば、ここら辺のミッションはねちゃんと、クリアできると思いますので、はい、そんな感じで皆さんもエーテルループ。もう極論言えば、星6プレートを1枚持っていれば、今月の分ですね、シェリルさんかランカちゃんのプレート、どちらか1枚持っていれば、もう 100% 超えることがね、エピソードボーナス 100% 以上取ることができますのでね、エーテルループも可能であります。はい。もうとにかく、いっぱいいっぱいプレイできるという方、そして、エピソードボーナス 100% 以上取れるという方、このエーテルループをチャレンジして見てみてください。ちなみにこの報酬リストが50くらいまで進むと、最初からやり始めた時からするとエナジーエーテル100個ぐらい増やすことできるかな。もうこの報酬リスト19を越したらね、あとはもうとにかくエーテルが、エナジーエーテルが増えていく一方ですのでね。はい、まあ皆さんのちょっとそのプレート配分とかをも考えながらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ということで今回は久しぶりにイベント攻略ね、単純なねポイントの稼ぎ方もご紹介いたしました。そして、上級者というよりかはね、時間のある方向けのねこのエーテルループも、両方紹介いたしましたので、はい、ご自身のペースに合わせて歌マクロス楽しんでいきましょう。そうしましたら今回はこれで仕入れといたします。まあ、普段はねガチャ動画と、あとはね衣装特別演出にね特化した動画も作っておりますので、ぜひともエウレカスタジオの再生リストですねまとめておりますので、そちらの方から他の動画も見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。そうしましたらご視聴どうもありがとうございました。